毎年2月下旬から4月中旬にかけ見ごろを迎える福田沢の桜。地元の方にはふんだん沢と呼ばれ親しまれています。全長1.2キロの散歩道に河津桜やソメイヨシノなどおよそ700本の桜が植えられています。この場所を管理するのは地元のボランティア、福田沢保全会の皆さんです。 今回は保全会の活動と福田沢の魅力についてご紹介します。元気でご、3月号です。今月は御前崎市比企にある福田沢里山公園からお届けします。今回のゲストは福田沢保全会会長の高畑敏夫さんです。高畑さんよろしくお願いします。よろしくお願いしますえ。まず自己紹介をお願いします。はい、えー、高畑敏夫と言います。 普段はどういった仕事をされていますか。普段ね、私のやってる仕事ってなかなかわかりにくいもんだから、まあ普通のちっちゃな会社をやってます。は <laughs> い、えー。福田沢里山公園についてお伺いします。えー、福田沢はどういった場所ですか。えー、福田沢昔はですね、えー、かなり田んぼがあってこの辺の周辺の人たちがここでお米作ってそれでまあ生活してたんですけど、まあ年とともに後輩地になってきて。 荒廃中を何とかしていこうということでえじゃあ桜でも植えようかという話になりましてもう20年ぐらい前かななりまして、えー、その当時からポチポチとこう植えていったんですけどもなかなか管理が難しくて、えー、台風で倒れたり、えー、根が腐って倒れたり枯れ過ぎたりというのが、まあ、年間に20本ぐらいあるかな。 まあそんな形の中で、えー、日々追加して、まあ、今年もえ50本ぐらい植えたんですけどなかなか <laughs> それが育ってくるにはこの辺の見どこの後ろの木ぐらいが大体20年ぐらい経ってると思うんですけど、まあ、こんな感じになるにはまだ20年先ということで、まあ、後世の人たちが眺めてくれればいいかなとそれでここへ、えー、来ていただいて、えー、少しでも癒しになってそれで人が集まれる場所 になってくれればありがたいなと思っているところなんですけど、えー、高畑さんが、えー、代表を務めている、えー、保全会についてお伺いします。はい、今活動について少しお伺いしましたが、えー、子どもたちを呼んで食事などの活動もしているとお伺いしました。えーはい、詳しく教えてください。はいはいえー、幼稚園町内町内,町内市内のなんか四か、えー、所ぐらいからですねお見えになるんですけど。 今度も2月の28日の日にさくらこども園の園児さん全員でちょうど桜の時期に散歩にいいからということでお見えになってえその時にタイミングよく桜の苗があれば皆さんにそうした記念植樹的なことをしていただいて一人でもあこれは僕が植えた桜だと何年後かにえ見学に来てくれればありがたいなというふうな形でやってます、はい。 ありがとうございます、えー、保全会の活動を続けてこられて嬉しい瞬間でしたりとか続けてきて良かったなっていう瞬間はどんなところですかそうですね一番嬉しいのは桜をですね見せていただくだけじゃ申し訳ないから何を持ってきていただいてる方もいらっしゃるしそれからやっぱり一番嬉しいのは 桜がきれいなこんないいとこを作っていただいてありがとうございますって言われたのが一番やっぱ嬉しいですね保全会の今後についてお伺いします、えー、今保全会では若い人たちに何か伝えたいことはありますか若い人たちですかなかなかそれが一番の悩みの種で <laughs>、えー、今まあ、いっぱい活動していただいているのが20人ぐらいなんですけどまあ一番若い方でも30代後半 ぐららいですから、えー、一番年長者だともう75過ぎのような方もいらっしゃるしそんな中でやっぱり若い人たちにはとにかく先ほどの幼稚園の園児さんじゃないんですけども食事して自分の植えた木っていうのはどうしても愛着が出ますからそういう形の中でなるだけ若い人に自分で木を植えて、えー、愛着を持ってもらってこの辺に住んでいただいて。 えー、やってっていただきたいなというふうには思ってます <laughs> はいありがとうございます、えー、最後に今後企画していることなどがあれば教えてください企画ですか、えー、いろいろですねもう時たまここへこう来てですね、えー、あそこもこうしなきゃいけないあここもこうしなきゃいけないっていろいろ悩むんですけどそんな中で、えー、ここ犬の散歩をする方がですね非常に多いもんですから ちょっとまだ広範囲で整備してないところがあってそういうところにですねあのドッグランを作ってそれでドッグランの中で犬だけ遊ばして人間は桜の皆見物しながら散策していただくっていうような環境を作,作りたいなというふうに今回は福田沢保全会会長の高畑俊夫さんにお話をお伺いました。た。高畑さんあありりががととううごござざいいましました。 福田座は桜の見頃は4月中旬頃まで、3月初めには満開を迎えるということです。皆さんもぜひご覧になってみてください。